水芽がたくさんついている稚有金蓮を掘り上げて、今根株を水洗いしたところです。そうですね、こうやってぐるっと回してみますと、水芽は一ダース以上ついていますね。まあ、とりあえずは掘り上げたばっかしですので、この辺にある陶水ポット、合計30cmの陶水ポットにでも仮植えしておいて、水をたっぷりやって、ちょっと緑の新葉を出してもらうのを待ちたいと思いますね。まあ長い間暑さと渇水に悩まされてきたでしょうから、水をたっぷりやって半日陰にでも置いてあげたいと思いますね。